おお。カフェフルーツポンチうまかった。今ってそこ工房でバスを降りられたんですか。はいはい。天空ロードを下ってきたっていうか、先生、ここ行っても大丈夫なの？そうです、そうです。あの山梨、こっち、ここです。私から本当にまっすぐのこの木の綺麗。ここで降ります。先生、これ名前あります？ありますよね。モンシロチョウ止まってる。イワショウギ。ああ、行っちゃった。まあ、いっぱい生えとる。こっちの方にも。うわ、もう秋の花。室堂ももう紅葉始まってきた言うて。おお、いいな。
こっから見ると大拝山可愛いっすね。気持ちいいというか風が。御前立花、これは食べれる食べれそうな色してるね。美味しいかどうかは置いといて。あんが美味しい。おお。あ、これもですか。マイズルス。ここにいっぱいあった。これなんでしょうね。これまたちょっとさっきと違いますね。竹島が映ってるかな。これ美味しいんですか。しょうもない。竹島蘭。竹島蘭っていう実だそうです。腹は痛くならないけどっていう程度の圧だそうです。やめとこう。ちょっとやぶやぶなってきたかな。このジャングル感が楽しいですね。さっきのヒゲのない花ですね、これ。これ刈りやすい、あの刈りやすい、ススキの仲間やけど、中がね、中が空洞になっとんがって、五ヶ山の屋根、これで昔は冬だったの。ほう、空洞になっとから断熱がすごくいい。ほう、普通ススキはこの中がね、あのスポンジみたいに詰まっとくけど、これは何もない。ほう、刈りやすい。これね、刈りやすいってね、五ヶ山の屋根、あの昔はこれで吹いとったのね。だから、あの中が空洞やから断熱性が良くて、それから腐りにくくて長持ち。だんだんこれがなくなってきて、今は普通のススキで吹いてるのね。ここはね、さっきのやら名前を思い出そうか、不潮神やった。
塩神獅子いや、のぞきじゃなくて塩神ここで、あのこの商業岳にお参りしたという。はぁ昔の山登りあのほう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 神拝した時は、ね、はい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 獅子拝み獅子拝み伏して拝むというあ、伏し、うん、伏し伏し拝みの隙間から商業だけ拝めます。伏し拝み、え、伏し伏し拝み、伏し拝み、うんうんうん、伏せて、伏せて、さっきの覗きなんとか、うん、なんか現在地ほほほここ美少平1キロ2キロ3キロ4キロ5キロ 5.5こけたのか食べてるのかこの木の上にあの足取から滑ったもんね。ああはい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 すごい体重を乗せたら、うん、うん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  この間行った大日平の木道のとこやたらこけるなと思ったらこことちょっと構造が違うっていうかその大日平の方は重ねて あるっていうかわざとなのか段差がついてるような構造で、はあ。これですか。満開だ。ミツバチも結構いっぱい来てる。ツツジです。ツツジ。あれ何？あららら。まず電池内になったか。ああ。また例の電池内蔵警報か。
本当に何の仲間ですか。先生、名前の花の名前もう一度。ホーツツジ。ホーツツジ。ホーツツジ。ツジが方になっとからホーツツジ。ほう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 。ほう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 。今、満開だそうです、これ。なんかあるけど。これが、あ、これか。うわ、絶景。これさっきの。これすげえ。これちょっと写真撮った。これは。うわ、おたまりきらんわ。これが、裏振りがかっこいいね。よいしょ。おっと、滑った。うん。おー、あー、そういうケースもあるんか。ザックに任せるわけ。はい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 。ザックをパーンと行ったら、ザックの中にヘッドも壊れるかもしれない。うん。やっぱり大きいみたいだね。はあはあはあ。なるほどね。うん。鍋か。諦めんなだね。いやあ、諦めか、諦め。なんで一時飛んでいなくても、日向のとこでもさ、飛んでいたとこで、あの夜の中を通って、あ、ありますね、はい。そこで飛んで、うん、足の骨で、頭を打つのが分かってるね。うん。足の骨どうやって飛んでるの？ああ。諦めると頑張る。ああ、踏ん張るっていうか、はいはいはい。なるほど。石で小石っていうか埋めて敷き詰めてある。ああ、5年ぐらいですか。
うん、まだこう今なお直してる箇所があるというか、それこそ美女平のというか、照明滝の滝見台、どっかその辺の区間だったかな、バスの中から、見えましたね。でいつか歩きに行きたいなと思ってはいたけど、今日がまさかその日になるとは。そうですね。これが。ここに大観覧に座ってあるの。これ。いいかなって。間違えて。あれも展望台ですかね。その大観覧っていうのは。あそこが展望台入り口です。そっちからも行けるんです。ちょっと下山なのかな。力いって。行けそうですね。はい。あ、一緒だ。おお。すごい大観台。天皇が立山に来た時に照明台がよく見えるようにここの前の方立って綺麗にして、塩は見てなくてここで見せた、ここだったら道がついてる。なるほど。さっきのところはちょっと道が歩かんなんかな。
さっきの方ははるかに迫力があったね。ですよね。500メートルで近いからね。でもまあ買ってあるからというか見やすいですね。ちょっと失礼して。切り株の上に生えてるね。うわ。まあ、あの外観の入り口のところの出たら木の皮というかゴールドっぽいような、あ、この間もあの黄金の分ブナの木の中に1本だけこれをポンと生えとって、わ、金が光っとるけど、ほっけ。あ、ここちょっと分かりづらい。あ、バス、うん、分かるか。Make it loud, make it right.